マミモメモさやかです。黒の奇跡パート41になります。現在第2章の、ラングポート出張業務2日目ですね、アーロンとアルマータの動向を追おうっていうところで、東方人街と港湾区は終わりまして、で新市街ですね、あとホテルだけっていう感じのところから始めていこうと思います。ここホテルじゃないじゃんホテルこっちです。よいしょ。どんな感じ今。まあ特に何か重々しい感じではある。どう話したらいこう。はいはい、うんうん。どうもアシエンさん。はい、いえ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 、そんなことはないけど、うん、何か掴んでないか。はいはいはい。そうだね。英雄への報復を避けるために一時コートを離れる可能性もあるか。なるほどね。確かにギルドも黙ってないか。ね、このままアルマータが引き下がることがあるか。掴んでる。掴んでないけど答えは知ってる。コートから外に通じる道路に全て見張りをつけてる。ということは外に出てないってこと。なるほど。そういうことか。なるほどね。どこだろう。うんうんうん、よろしくね。さてはて、どうしよっか。あそこに踏み込む。メッセルダム障子についに。はい、避けては通れねえか。ペリちゃんね、やる気が満ち溢れてるからね。行きますか、じゃあ。うんうん。メッセルダム障子か。すぐそこなんですけど、行っちゃいますか。この辺人いない。前、アルマータっぽいね。人が二人上から眺められましたけど。トラップ。凛とした声。エレインちゃん？あ、入ってたんだ。あ、委任状も警察から取ってる。へえ、なるほどね。うんうんうん。もぬけの殻か、そっか。拠点を移した。事務所という体制すら取ってなかった。体裁だ。大抵って、逆。なるほど。ほんとね、文字通りでしたね。納得できない点は過剰すぎる。残された遺体の状態、与えられたと思われる徹底的な暴力が。ああ、そうね、無残だったもんね。殺しは慣れてない。にもかかわらず昨夜行われた虐殺では一切の手加減もなく暴力が振るわれた。あの仮面のせいだろうね。プレイヤー目線だとそう見えるけど、この事件最悪をさらに超えてくる。別の方面か。すごいね、エリンちゃん。敵がメッセルダム障子だけとは限らないか。心配してる。公安
ンクに海軍の基地がある。へえ。鼻を働かせるか。当てが、さすがバン君ですね。ここが良さそうだな。不動産関連の取扱サイト、メッセルダム商事が入ったのと同じタイミングでの動きを調べてみる。さすが。港湾区にある大規模倉庫の一つがほぼ同じタイミングで借りられている。なるほど。はぁさすがだな。なるほどね。はい。いや、もう直接行くんじゃない。ああそうだね。うわあ、そっか。ここから先はこの町で俺以上に鼻が利くやつを当たってみる。いい年して年下の相棒に頭が上がらない低血圧の自称本業ギャンブラーに聞くああオッケー。おい、バーギャンビットに来ました。やっほー。聞きたいことがあります。時間がない。本題に入ります。はいはい。わかる？やっぱりか。アーロンからも同じこと聞かれた。あー、口止めされたんか。なるほどね。とある不動産業者が変死したか。やっぱやられちゃってんのか。3週間くらい前。副業の一環でそいつの周辺を洗って。副業ね。あくまでも副業ね。はい。なるほどな。業者が別だったんか。サルバットウンズ、確かにサルバットって書いてあったわ。サルバットは南東部にある中東部への玄関口でもある町。ありがとう。知ってるけどまあ広いもんね、港湾区もね。あの看板は出てたんだよね。ね、はい、行ってきます。よいしょ。はーい。二人ともありがとう。倉庫の位置は。そこを左に曲がって、突き当たりの T 字をさらに左だ。裏。はい。行きます。そっか、いつも右側から行ってたから、こんなに近かったんだね。探ってみます。サルバトン2が先月から借りれるといる大型倉庫。アルマータの対ヘイユエの前線基地のはずだが、人の気配が、いや、かすかに匂い嫌がる。あ、壊れてる。南京錠断ち切られてやがる。月下流の外気孔か。また新しい曲流れてきた感じする。あ、人形兵器。いい曲だ。はいはい。おーい、行きます。ダンジョンですね。倉庫ダンジョン。そんなに広い？ちょっと待って待って、めちゃくちゃ広いんだけど。はい、じゃあ、楽しんでいきますか。お宝発見しました。お宝探知遠すぎん。
落ちっとな。どうなる？あー、ずれた、たった。あーは？なるほど。コンベア用の操作レバーか。邪魔なコンテナを動かせそうですね。なるほど。それで一方には行けなくなるんだ。ま、こんなもんだろ。こんなもんだろ。やりました。エトワール・レイ、やりました。ちょっと進んできたんですけど、なんか面白いスイッチだね。これで全部開いたりしないのかな。なんかちょ、あ、開くじゃん。ちょこちょこ行けないところがあったんですよね。そういうのが、あ、開いてる開いてる開いてる。そういうことですね。これで入り口に戻れるようになった。炎症の刃いいね。うん、つながりました。まあ、コンテナを動かしながらみたいなダンジョンですね。ん？ちょっと待って待って待って。こうやってか飛び降りられないんかな。なんか今キュッて止まらなかった。すごいどうでもいいところだけど。なんかフッていくところがすごい好き。あ、一息つけそうだな。一息つけそうですね。よし、じゃあ行きますか。ドキドキ。こんなマップでした。20分ぐらいかな。あ、立ってる。うわあ、容赦なくやってるんだ。許す。セイやホアンたちをあんな風にしたお前らをか。そいつは慈悲深き天上聖母様のお仕事だな。俺の仕事は、セイたちの仇のてめえらをまとめて煉獄行きにしてやるだけだ。わあ、目がマジだな。その辺にしとけ。またてめえらか。お前を気にかけてくれってね。まだ息があるみたい。ヘイウェイ入りしてない身でのバラシはリスクが高い。連中に引き渡すくらいにしとけか。聞いた口よ。どうしても邪魔するってんならまずはてめえからだ。マジなん。相手するか。止めよう。はーい。なめてんじゃねえぞスプリガー。シャード展開。うぜんだよ。いやー、仲間のためだもんな。頭に血が昇るよね。わかるよ。まずは自爆かな。全力でいきましょう。ダイ。行くぜ。あ、もうこのまま行っていい？行きまーす。バンダライズレイド。お見舞いよ。おい、レイド35000でスローをかけて。弱点はある。そうですね、クロノドライブをかけて。どうしようか、コインバレットでヘイト取っとく。ナイス。いいねいいねいいね。見切った。からの、一応コインバレットで取っとこう。で、CP の敵にこう、ヘイト取っといて、速攻ダフェリーからの、そうですね、これは効きますよ。これは効きますよ。行きますか。行きます。いいじゃんいいじゃん。チャンスですからの、そうですね、シャドウスピアをドライブ開始。いいね、いい感じに発動して
おるよ。いいねいいね。319相当でかい。でアニエスちゃんが次アーツなので、で背景特攻これいけるんじゃない、まあ、自爆はある。これなかなか美味しいかもしれん。こいつは効くぜからの、エリアルバスターいくよ。いいね。オッケーオッケーオッケー。783か、微妙いな。よかった。後ろっていいんかな。ね、今そんな感じじゃなかった。側面特攻。うん、炎の歌やろっかな、そろそろ。あー、自爆するよね。バン君、あ、全然大丈夫だ。じゃあ、あ、忘れてた。エトワルレイ魔法攻撃低下。なるほど、まあ、それは今はいいかな今はいいかな。かん、じゃあプラズマスピアやろうかな。で、バン君がちょっと EP じゃないクラフトためとこうかな。いいか。あーねー、なんで集中じゃない、命中。ナイスナイスシールド。でも600も効くんか。炎の歌を入れます。あ、しまった、忘れてた、ごめん。あんまり効かんね、魔法攻撃。あ、いいね、空気だ。止めとく。コインバレットする。キャリー、いいね、スタンした。速攻ですね、出すねあ、止まったよ。ちょっと通常攻撃しよう。いいね、チャンスですからのびっくりマークか。じゃあグローハンマーを、グローハンマーをバン君としたいが、バン…いける、近すぎごめんなさい。今回半分キー空気とは。チンだ、初めてチンだんだが、まずいな。セラスを次に来るんか。どうする、俺これ勝機あります勝機ありますか。だってここ、あ、でもそっか、エスクラでハマったからちょっとリレイ入ってるんだね。ちょっとつか、かなりリレイ入ってるんだね。ブレス入れてないよね、わしねとりあえず全員回復できるホワイトヒール行けとこう。エコビが懐かしいな、エコビしたいな。ここはね、まだ大丈夫だから、ティア小回復したところでじゃない。ここはさ、料理をしよう。900回復だって、900回復。アニエスちゃん死んだら困る。おいしい。まあ次か。で、バン君、あ、そうだったね、食べるは食べるほどだったね、忘れてたわ積極的に食べなきゃねっていう話でした。スイートオムレツを自分に。そうだよ、ほいほい、通しません通しません。いいね、いいねいいね。それで600なんだ。上等だからの、どういう、こいつは効くぜ、計画だったか忘れた戦か、次2個くるんか。どっちにしろな、足りないもんな。通常攻撃しよう。いいね、クリティカル。
これってさ、もういいか。こいつは効くぜ。エリアルバスター入らんか。ヒートアップしとこっかな。呪いぜ。あ、アタックダウンいいね。ここはホワイトヒールかな。あ、てかエスクラ使えばよかった。いいね。まだエスクラ見てないんだよね、アネシちゃんの。あ、次も来るね。1回もらっとこうかな。いや、2回やっとこう。いいね。後ろ行ってエリアルバスターする。貯めるか。マジやん。大丈夫？どう？マジか、アニエスちゃん。コーランブ強すぎん？ね、一個向こうか、一個向こうか、一個向こうか。ここはじゃあティアーラかな。多分この二人は S ブーストしてたからちょっと硬くなってたってことかな。サブ情報、硬くなってたんだね。 S ブースト重要だな。え、次ネクストって誰？この野郎、起こして大丈夫これ？ドキドキ、起こして大丈夫かな、ドキドキ。大丈夫ですか？いや、370は無理じゃない。370無理やった。いや、ありがとう。何か、そう、なんかで生きるんだよね。なんかで生きるんだよ。ありがとう。ティアラを自分にして、どうしよっかな。エリちゃん、え、なんかさ、いいね。あの、こんな苦戦することってさ、なんかドキドキしながらやること最近なかったからさ。めちゃくちゃ、あ、忘れてた。めちゃくちゃ楽しい。ね、ブレスいるよ。ね、調子に乗りすぎなんですよ。ブレスもいるし、ティアもね。アイテム縛るとは何だったのか。あれ、これ何してるんだっけ。ティアしてんだっけ。アニエスにティアしてんだよね、これね。これで大丈夫？助かったぜ。いや、助かりました。599か。ヴァンダライズレイドやるのはあり。ヴァンダライズレイドやるのはありよ。この野郎、エスブレイク、今どんな感じ？もう一回あるよね。だから、バフ系ってある？ないか。作ってないな。持ってないか作ってないね。STR アップはないから、このままやっちゃう？ 40 使ったらなくなるから、このままやっちゃうか。しまいにしようぜ。しまいにしたい。バンダライズレイド、いいね。ドキドキする。できてよ。しクリティカルありがとう。あー、楽しい。よっしゃ。てめえ、いい加減にしやがら、アーロン。アイ、こいつらはコマだ。始末したところで意味はねえ。そんなことをしてもてめえのうさばらしになるだけだ。それがてめえの敵討ちか。目を見開け、耳を澄ませろ。怒りで思考を曇らせるな。あの怪しい霧は何だ。アルマータは何をするつもりだ。こいつらの背後に
一体どういう陰謀が隠されているか、それを全部暴き出せ。それこそが大切な仲間に手向ける本当の敵討ちへの筋道だろうが。バン君、その通り。手伝うからさ、一緒にやろう。いや、助かったぜは違うのよ、あなたたちね。本当にさすがに虫が良すぎなんですよ。それとこれとは話が違うんです。そもそも昨夜のこれは殺しは俺たちじゃねえ。自分たちだけど記憶がないってことかな。ワンさんとエレインさんが言っていた残虐すぎるっていうこと？確かにこんな髪型だったかもな。マフィアの指示も痛めつけるだけだった。殺しまではやっちゃいない。はいはい。昨夜東方人街に奇襲をかけてガキどもを叩きのめしたら、あいつらが。そこまでだ。ええ、やられちゃ。おしゃべりは感心しないね。あ、例のあの二人じゃない？うわー、ねえアルマータ。うわ、見るな。うわ。いやー、バン君のこのサポート。アルマータの幹部だな。正解だよ。ビオーラさん。私はビオーラ。ボスのお気に入りにして、右腕さ。ほう。今のお気に入りはメルキオールだと思ったが。あ、そういうコロコロ変わる系のボスなの？なんか肩になんかしてるね。まあ。黙りな。前のお気に入りってこと？アレクサンドル。俺はアレクサンドル。同じくアルマータ幹部の一人だ。お前がメルキオルと絡んだ裏解決屋だな。不本意に。だがな。幹部の人がどうして自分の仲間を。仲間？めでたい嬢ちゃんだね。この者たちは捨て駒。不要になったから片付けただけだ。いやー、にしてもね、ちょっとなんだろうな、過去一立ち悪い。そうか、てめえらが。あ、結局あの仮面のせいじゃなかったってこと？とどめを刺しに来たのこの人たちだったってこと？てめえらの仕業なんだな、セイたちをあんな風にしたのは。ああ、雑魚ばっかりでつまらない仕事だったけどね。なんだと思ってんのよ。くさばれ！落ち着いて。なんだその銃。隙だらけだ。あ、待って、気をつけて。うう、痛そう。ニードルガンか。えぐいのを使ってやがる。なんだそれ、ニードルガン。そっちのあんたは軍隊上がりか。軍隊上がり。へえ。そちらもかじっているのは東方武術だけではない。さてね。さてね。どちらも達人クラスか。ちょっとばかりきつそうだな。なんとかこいつらだけでも。あんたらを始末するのは指示には入ってないからね。この場は見逃してあげるよ。明日からの兵ユエとの決戦の前にコートから去るといい。その者たちのような血と肉塊に変えられたくなければ。いや、ここが本当に不愉快。待ち、やがれ。ダメだよ、ダメだよ。アーロンさん。俺は、あいつらを。いいね、そういうあがきは嫌いじゃないよ。エンサと憎悪は受け止めよう。その気なら戦場で待っている。